どうもニックちゃんです。毎度です。今日もいいもの走っております。ちょっと多分うるさいでしょ、ハイウェイの上なんで。ただ気持ちいいんですよね。まだ混んでるし、これは BRG ですね、スバルの。日本でもこれ出てるのかな、この車。おお、日本でもこの車出てるんですかね、これスバルの BRG って。これまあ言ったら86と同じですわね。うん、トヨタの 86、 うん、そのスバルモデルやね、 BRG。これから夏とか、まあシーズンに向けてね、シートのチェックをしてみようかなと思って、今日今これね、今普通のノーマルシート、はい、この写真で見たことわかりますけども、ノーマルシートで走ってます。で、まあ大体ね、そうやね、2時間ぐらい走ったかな。2時間ぐらい走ったんですけど、ケツがね、やっぱり、ね、痛くなってきてる、まあ、カーパンじゃなくて、今日もGパンなんですけども、2時間ぐらい走ってるんで、ちょっとケツが痛くなってきてるんで、一回このままね、ちょっと家の方に帰って、交尾に付け替えてちょっとまた走ってみようかなと思ってるんですよね。まあなんていうかな、街中のやっぱりこうストップアンドゴーであるとこは、今のこのノーマルシートの方がね、この肉抜いてない分ね、足を下ろした時にこの内ももが当たるっていうことがないんで、そういった意味では足つき性もいいし乗りやすいんですけど、まあいかんせんこっちはやっぱりこう長距離、長い長距離のストレートで乗ることが多い、直線のねストレートっていうか、サーキットやないっちゅうねんな、長い直線でね、こんなハイウェイでこうやって走ることが多いんで、やっぱりお尻が痛くない方がいいんじゃないかということで、ちょっと今から家に帰って、まあ、交尾に付け替えて、まだちょっと2時間ぐらい、まあ、後もなくブラブラ走ってみようかなと思ってます。どうもどうもどうも。ちょっと2時間ほど走ってきて、今ガソリン入れました。はい。そうなんですよね。今日はね、だからさっきちょっと走ってる時に話したんですけど、シートのね、ちょっとレビューっていうか、まあレビュー、この間やったんですけど、実際ね、ちょっと比べてみて、どうかなっていうところ見たかったんで、それで今日見れます。で、今日今これノーマルのシートをつけてね、2時間ぐらい走ってきたんですけど、2時間ぐらいでやっぱりちょっとお尻が痛くなりましたね。だから、どうなんかな。ちょっと今から家帰って、交尾に付け替えて、また2時間ぐらい走ってみようかなと思ってます。じゃあそういうことで一回家帰りまーす。
じゃあそれではまた後で。はい、どうもです。家に帰ってシートをちょっと付け替えてきました。後便ですね、うん、やっぱりさっきのノーマルと比べるとかなりこうへこんでるんで、うん、ポジションも全然変わるしね、うん、とりあえずね、でも乗った感じはね硬い、かなり硬い、かなり硬いです。うん、あのノーマルと比べた上でもかなり硬いですね。うん、うん、でもまああの何ていうんですかね、このシートのお尻の接地面積が大きいから、まあもしかしたらお尻痛くないのかもしれないですね。うん、まあとりあえず今からね、僕ちょっと2時間ぐらいまた走りますんで、結果はその後でということで、はい。で一応ね、シートを変えるついでに、ちょっと気分転換に、ブラつけてみました。どうですか？なんか色的にね、なんかグリーンに黒やからね、あんまりちょっと合わへんねんけどね。うん、どんな感じですかね。なんかちょっと古めかしい感じがするんですけど。まあとりあえず、走っていきたいと思います。No problem. Green bike, man. That thing looks fucking good. Oh, thanks, man. Hell yeah. Dude, that's a billion. Very nice. Yeah. Where are you going? Where are you going? No, just hanging around, you know. Want to come? Yeah. We're just going up to the lake. Where? Lake Lanier. Yeah, that's fine. Yeah.いや、なんかいきなり誘われましたね。いきなりレイクの方に行くから一緒に来るかみたいな。あ、いいよって感じでちょっと一緒について行ってきます。もう全然知らん人やけど。なんかいきなりのまっすぐ始まってしまいました。じゃあとりあえず今日はこの辺で切っておきます。はい、一応シートのレビューとこのまっすぐのレビューはまた後でということで、なんか撮ってるぐらいならないそうなんで、じゃあということでまたね、バイバイ。
また見に来てね。